On the ice, representing Czech Republic, Lenka Kulovana. Cuba, Lenka Kulovana and Czechoチェコのプラハで練習しています。レンカ・クロバナ。リレハンメルオリンピックは13位でした。カルロス・サウラのカルメン。少し両足になりましたけれども、高さとスピードがありました。やはりかなり痛そうですが、この左膝です。しかし膝をこらえて、かっこいいカルメンでした。ややこの足の痛みがあったとはいえ、最初にトリプルトリプルで勝負してきましたね。はい、これですね、はい、非常に高さもありますからね、
トリプルトーの後もう一度トリプルトーループ。ちょっと着地がね、はい、両足でしたが、サルコージャンプ、こう見るとやはり4分間あ足を少し引きずりながらキス&クライに向かいます。やはりあのこれだけ長身ですから、はい、あの何かこう体のねこういう関節とか、はい、いろいろな細かいところに非常に負荷がかかると思うので、これだけ高いジャンプをしますから、やはりいろいろと故障が多いんだと思います。そうですね、はい、ただショートプログラムが終わった時点で16位、まあ、リレハンメルオリンピックの時は13位、なんとかその順位を上げたいという気持ちが伝わってきましたね。はい、しかしこの表情からもずっとこのかなり痛さをこらえている感じがあったんですけれども、もちろん今も痛いでしょうが、その痛さを我慢して笑顔を見せました。さあ得点です。技術的評価、テクニカルメリット、これは伸びてきません。 4.2 から 4.7 まで幅が出ました。最初に勝負をかけてのトリプルトリプルのコンビネーションだったんですが、それが4分間の後半部分にかなり響いてしまいました。クリーンが終わって4位です。